では、えっと、千葉大学附属図書館の竹内から、えっと、本学におけるオープンアクセスの状況についてなど、お話をさせていただこうと思います。えっと、私の所属科では雑誌の契約も書館業務ではあるんですけれども、私の担当としてはリポジトリですとか、それから陰性支援とか、そういったところをやっておりますので、主にそちらの面からの方が多いかもしれません。 まずは、えっ、ー、と、本学についてですけれども、10学部17大学院を持つ総合大学です。で教員数は1300人で、院生が3300、博士後期課程が1200というふうになっておりますで。ちょっとここからの数字、私がすぐに、あの、大学の表向きのページから出てくる数字で出してみようと思ってやったので、えっ、ー、と、年がずれているところがありますけれども、ご了承いただきたいんですが、 えと査読付きの発表論文数は2020年度で2704件、うち英語論文が2232件という数字を公表しております。えー、と横値は少し増えているというのをちょっとグラフでは見てるんですが、すみませんすあの、正確な数値を確認してこれておりません。 えっと、家費等ですね、いろいろ含めた、えっ、ー、と、女性事業等の獲得件数が、えー、昨年度2022年度で1485件、うち研究代表者分となると1000件程度というふうになっております。 でえっと、研究者情報に関してはですね、ちょっとあの文字にするのが切なくなるので、あのしれっと書いてあるんですけれども、えっと、リサーチマップの WebAPI を使って、えー、研究者情報の公開という形をとっております。あとは、部局ごとにちょっとあの出しているところもあるんですけれども、全学でまとめたデータベースとして管理をするというような形にはなっておりません。 これが、えー、とこのあとちょっと応援率とか考えたときに論文数をいくつと取るするかというのの把握についてあの集約しにくいところだなと思ったところでした。で実際に、えー、と本学のオープンアクセスの状況ですけれども、まずグリーンオープンアクセスに関して言うと、えー、と機関リポジトリを、えー、と付属図書館で運営、運用をしております。 で千葉大学は構築と運用開始は早かったんですけれども、えー、とあるあたりから、えー、と教育学習支援に力を入れるようになったということもあり、また、えー、とそんなに人数が多くないので、限られたマンパワーを振り向けるというのが難しくてですね、えーと、いわゆるグリーンオープンアクセスの推進につながる活動というのに力を入れてくることができませんでした。でえー、そういう状況もあり、えーと まあ、あの論文の登録については付属図書館の方にまとめて依頼されたりあるいはセ,ブセルフアーカイブで登録いただいたりということがあるんですが、えー、全体数としてはこのようにあの研究データが増えているけれども全植物標本写真が多いとかそういった状況がありますが、えー、ジャーナルアーティクル2万6700と書いてあるうち、えー、学内学会誌が含まれるため 実際にはグリーン OA と言えるかなと思うものは約500件程度というふうになっております。で昨年度、2022年度の国会件数は21件でした。え教員数人から、まあ、あのこれはあのセルフアーカイブだったりというような形だったが多かったかなと思います。えー えー、そうですね。で、えーと、起用や学内学会誌についてはですね、えー、DOI をあらかじめ付与するような、えー、とフローを作っておりまして、えーと、冊子で発行されるような場合、冊子とであのリポジトリ両方で発行されるような場合でも、冊子の時点で最初から DOI を記載していただけるようなあのフローを、えー、と各部局などと,、えー、と組むことができております。 それから、えーと、リポストリーうちの運用でちょっと特徴的なのは、えーと、コーラスダッシュボードからのメタデータの流用登録を行っているという点かと思います。えー、とコーーラスダッシュボードでは、えーと ゴールドのオープンアクセス論文の情報を取得することができますので、えー、とこれを、えー、と取得しまして、またメタデータの不足分については、えー、Web of Science と付き合わせることで、えー、書士情報を補足した上で、リポジトリに登録をしております。でこれはですね、ここで音楽の,のサーバーにあの一時情報、PDF などをい 取るわけではないんですけれども、えっ、ー、と、この DOI を通じてアクセスいただくことによって、購読されている機関からのアクセスの場合には出版社版、あるいは、えっと、コーラスの場合には、えっ、ー、と、コーラスのこのリンクでいくと、えっ、ー、と、 最終項、えー、にアクセス、あの、購読してなくても最終項にアクセスできるようなものというものが、えー、リンクが取ることができますので、いずれにしても、まあ、一時情報にたどり着けるということで、音楽の研究者による論文のアクセスポイントを増やすことができるというふうに考えまして、こうした登録を行っております。 これ、あのデータの方も最近 DOI が入るようになっておりますので、えっと、そちらもあればリンクできるというあの、見に行くことができるというふうになっています。でこの、えっと、コーラスダッシュボードからのメタデータ流用登録が現在1178件になっております。 はい、であとですね、えー、と先ほど最初の、えー、と中島様の話にありましたが、プレプリントとか分野別リポジトリによるオープンアクセス、もちろん本学研究者もされているかと思うんですが、これについては残念ながら、えー、と状況が把握、もちろんされていると思うんですが、状況件数などが把握できていない、どうやって把握したらいいのかなというのを皆さんにお聞きしたいなと思っていたんですが、そういう状況になっております。 次に、えー、とゴールドの方ですね。えー、と出版社サイトでのオープンアクセスについてですけれども、えー、とこちらは、えーと、ジャスティスによる論文公表実態調査、Web of Science のデータをもとにした調査、2020年にしていただいたもので 38.、38.5%がオープンアクセスというふうに えとご報告いただ、いておりますただ、えー、とこの2020年の、えー、と論文数、先ほどあの一番最初の方のスライドで出した数字と、えー、とこの2020年の調査、うん、ジャスティスの調査の母数が、えー、半分以下になってしまっているという状況でしたので、実際、えー、と全数だって、 情報を集めることができた場合には、この38.5%がどうなるのかなというところが今分かっていない状況です。 それから、えー、APC の支出額については、2021年7月から、えー、と財務会計システムに、えーとあの、支出時に入力をして、情報を入力していただくという形で調査を始めております。でこれの調査で、えー、と確認したところ、えーと、ちょっと件数の把握については、 あの複数の経費に分かれていたりとかいろいろ難しいところがありまして数字で出しにくいんですけれども、えっと、その実際の支出額は、えっと、雑誌購読のための支出額の昨年度で約25%ぐらいというふうに出ております。それから、えっと、本学では、えっと、転換契約ですね、リ,リードパブリッシュモデルの導入というのは、 えとモデルとしての契約は、えーと、現在まだ検討中という状況です。でえー、とただ、購読料のみで、まあ、オプションで提供されるような、えー、APC 無料とか割引みたいなものについては、えー、と利用しておりまして、実際、研究者の方から何件か利用をいただいているところです。 それから、えー、APC の支援制度というものについては、今年度から施行しておりまして、こちらは、えー、と全研究者対,応あの対象ということではなく、えーと、若手研究者の支援の一部として、計画を、えー、と研究推進課の方ですけれども、してあの実施行実施をしております、えーと。優れた若手研究者を対象としたという形で、投、え、稿、ー、先 に、えーと、若干の縛りをかけるというような形で優れたというあの評価を出すということになっているようです。こちらについては、えー、とまだあの申請を集めている段階で、えー、まだ決定はしていないという状況だったかと思いますので、えー、と実施状況というのがまだ出ていない段階です。 それから、えーと、オープンアクセスに関する普及啓発、まあ、図書館としてはいろいろやっているところなんですけれども、えー、とオープンアクセスウィンク、まあ、これ自体は展示だけな,展示なんですけれども、えーと、その機会にですね、教員宛ての一斉配信メールなどをお送りしています。でメールでご連絡をすると、えー、と教員の方から、このメールの中にリポジトリへの登録などのご案内も入れておりますので、大体このメールが発信されると数件。 問い合わせが入るというのが、ここ数年の流れになっております。それから、えっと、ウェブページやセミナーで、えっと、周知をするということをしておりまして、図書館のウェブサイトの方では、千葉大学の研究者向けに、本学でどのように公開できるかなどの情報を流すようにしています。左側の方の研究成果をネットで公開するという方のページです。 それから未経の方は、えっと、研究支援ポータルということで、陰性向けの教材というか、えっと、研究に役立つ情報を提供するサイトなんですけれども、こちらでも、えっと、同じような記事を展開しておりまして、えっと、こちらも研究成果をオープンアクセスにするとか、あとはハゲタカジャーナルに関するページとか、そういったものを公開しています。 研究支援ポータルの方は、えっと、本学の状況をお伝えするというよりは、えー、こういうものですよというのを知っていただくためのページとして作っておりますので、えー、セミナーなどの動画など、一部のコンテンツ以外は完全公開で作っております。こうしたページ、ご案内する中で、えっと、大きいと ID とか、ぜひ陰性に。 説明したいからページ作ってくれないというあの教員からのリクエストなどをいただいて、大きい ID の使い方なんていうページを作ったりもしております。こちらのページあの、どちらもですけれども、完全に公開で作っておりますので、もしよろしければご覧いただければと思います。ここまでが、えっと、本学で現在行っている活動について、えっと、本学というか、どちらかというと図書館でかもしれないですが、えっと、ご紹介をしてみました。 最後に、えーと、学術論文の即時応援の実現に向けての、えーとまあ、所,所感というかあの、考えていることなどなんですけれども、えー、とまずリポジトリに関する応援については、えー、現在の体制でできるのかというのが一番心配なところです。業務量がどうなるのかというところですね。でえー、と一番あのやっぱり手間のかかるところというのは、えーとちょ 教員からリクエストがあった教員とやり取りを始めたときに、共、えー、著者の許諾が取れているのかとか、えー、と著者最終稿を載せなければいけない場合にそれが確保できているのかで、そもそもそれのための著作権ポリシーの確認といったところに手間がかかるわけなんですけれども、共、えー、著者の許諾確認や著者最終稿の確保などについては、 えー、今回の,あの基本的な考え方というのがもしマンデートに向けての,あの方針としてはバ,バンと出ているのであれば、えー、と研究者の方々の意識が変わっていくことが期待されますので、えー、作業として確認作業などとして軽減されるのではないかと期待していますただ、えー、と国内学会誌の著作権ポリシーの整備これ学業会著作権 現状、ポリシーデータベースで確認しても、えー、と昨月の段階で、えー、とグレーが43%、ホワイトが9%となっておりましたので、えーと国内まあ、海外のものはシェルパロメアでだいぶ分かるんですが、えー、と国内のものについて、なかなかポリシー整備が進んでいないのかなというのが気になっております。それらから、えー、と出版社サイトでのオープンアクセスについては、まだあの本学ではあの運用開始し 開始、まあ、し,したとは言える段階ではないと思いますので、えー、とこれからなんですけれども、まあ、APC が出せる研究者は、えー、とゴールド A にしてもいいのかなと思っているんですけれども、購、えー、読料との二,二重払いとか、あるいはえっ、ー、と,としての支出総額の増加っていうのが、やっぱこれ以上増えるのはどうかなというふうに懸念されます。えー、と本学で効率的な契約っていうのができるのかなと。 いうのが転換契約について気になるところです。それから、えっ、ー、とオープンアクセス状況をいかに把握できるかというところもえっ、ー、と気になっております。えっ、ー、と欧米ではいろいろな取り組みで、あの助成機関や出版社などが主導して行われる取り組みもありますけれども、しあとはあの文献情報データベースであの調べるという方法があるとは思うんですけれども。 さまざまなオープンアクセスの形態をどのように効率的に調べるのか、えー、あとは、えー、とオープンアクセスになっているということは、すでに一時情報は公開状態なんですがそれ、それならばうまく情報がウェブから取ってこれるんじゃないのかなと思うんですが、きっとそれの。えー 障害というかうまくいかないとすると原因は、えー、とメタデータにあるんじゃないかなというふうに思っています。で、メタデータに、えー、ときちんと各種 ID を整備するにはどういうふうにしたらいいのかなということなども考えたりしています。 でまあ、あのこういったものをちゃんと入力しなさいというのは、なかなかあの研究者の方々には負担の大きいことだとは思うんですけれども、えっと、こういう ID とかを使って、研究者が楽になる、何かじ確実情報が入手しやすくなるような、えっと、サービスというのが展開されるならば、えっと、うまく協力関係が作れるんじゃないかなというふうに思っております。以上だったですすけれども、えっと、私からの、えっと、プレゼンを終了させていいたただきままありがとうございました はい、武井さん、ありがとうございます。で、えー、とちょっと申し訳ないんですけど、一つだけあの確認しておきたいんですが、その6ページで、えっ、ー、と、雑誌、えっ、ー、と、APC の金額が雑誌、えっ、ー、と、25%って書いてある、これ、内数じゃなくて、外数ですよね。はい、外数です。ですね。はい。はい、えっと、それと、それから、あの、もしかしたら、昔のことなんで忘れちゃったんですけども、えっ、ー、と、 グレーとかホワイトっていう、あれはどういう意味でしたっけえっと、どういう意味というのはあ,あつまり、ゴールドとかオープンとか、ああいやあのグレーのポリシーとかホワイトのポリシーとかっていうののい、はい、意味付けをちょっと定義だけをもう一回確認しておきたいと思うので。おはい、えっ、ー、とですね。えっと、8ページ。 はい、あの共,共有し,あのしてない手元のスライドなんですけれども、著作権ポリシー10月のものを円グラフにしただけなんですけれども、無回答非公開検討中その他みたいなものがグレーというふうに扱われていると思います。えということは、まあ要するに半分は全然分かんないという。ポリシーが決まっていない、<れ>あるいは公開ということだということですね。はい、分かりりまましたどううもありがとうございます